こんにちは。こんにちは、ゆたかさん。はい。両リーグで続々と戦力外通告の選手が発表されています、ね。ちょっとあんまりにも多いんでさ、そうですね、ちょっと瀬とパと分かれようということでね。阪神、中日、DeNA の3チーム。はい。この3チームでも21名。ねえ。その3で、まあこれからも出てくるかも分からないけどさ。そうですね。でもまあこの時点で21名、3球団でね。まず DeNA からちょっと話していきたいと思うんだけども、はい、まずピッチャーの中で藤岡、うん、まあ、ソフトバンク、日本ハム、DeNA と渡りながら、うん、まあ要所要所でね、活躍はしていったんだけども、なかなか登板機会が得られず、だけどちょっと変則ということでね、うん、まあ、年齢は35歳という、はい、まあ、年齢なんだけど、まだまだ使いべりしてないかなっていうことも考えて、うん、まあ他球団でもできるかなっていうように思ってるんだけど、やっぱこう今ね、すごくオーソドックスなピッチャーが増えてきて、変則のピッチャーって減ってるわけ、うん、だからそれだけになんかこう他球団でできる希望はあるかなっていうふうに、うん、まあ思ってるけどね、うん、で次にヒューマ、はい、29歳で、これはさ、俺がヘッドコーチの時に入団してきて、まあ、シーズンが終わって横須賀で練習やってる時に顔出してヒューマがいたのね。でこういう話をしたのを覚えてるんだけど、まあ、とにかく力が抜けないんだよ。何でも一生懸命やる子でさ、それ何でも一生懸命やるのはいいけど、やっぱある程度こう柔らかみっていうのはプロが必要で、でどんな競技でも、まあ、役者さんでもさそうだと思うんだけど、力を抜けて初めて一流だって言われるのね。でヒューマン、お前の一生懸命さは分かると。でバッティングやらしても遠くへ飛ぶしさ、あお前いいもの持ってるし、だけど一つ言っとくぞと、力を抜くところを覚えないと一流にはなれないよ、一軍選手にはなれないよって言ったことがあるのね。だからそういう力がやっぱこう最後まで真面目だしさ、抜けなかったのかなっていうような、そういう思いで、まあ、戦力外になってる。まあ他球団取るかなっていうふうに思うとちょっと厳しいかわからないけども、やりたいんだったらとことんね、球団を探して、まあ、やってほしいと思うよね。で石川、はい、武宏、はい、34歳ね、はい、体が元気なんだよね。で体が強いのよ。まあちょっと肘に、不安は持ってても、全体的な体は強い。だからまあやろうと思ったらできるかなと思うけど、やっぱりこうなんていうの、もっとしっかり教えてもらった方がいいと思う。やっぱ教えてもらってないで、教えようと思っても拒否するところがあるから、うん、好きな人には聞くんだけど、とうとう好きな人には聞かないというね。まあこれは別の動画でも喋ってるけど、だけどそういうところをもう全部自分を真っ白にして全部吸収してやろうっていうようなつもりでやっていけるんだったら、まだまだ体は若いしね、うん、ポテンシャルも高い選手だけに、他球団でも頑張れるかなという。まあ、内野手不足してるから、石川なんていうのは、武宏なんていうのは内野手できるからね、まあ諦めずに頑張ってほしいと思う。はい、続きまして阪神、うん、阪神は5名ね。あ、はい、まあ、その中でちょっとゆかりのある選手というか、うん、そういう選手でこう喋っていきたいと思うんだけど、はい、伊藤隼太、はい、慶応大学から、まあ、阪神ドラフト1位かな、うん、もうそれで入団して、で慶応の時にさ、ちょっと知り合いの紹介で何回か会ったことあるのね、うん、実は。でその時にスイングを見た時に、なんかすごい力強いスイングするし、体がものすごく強い、まあ、印象を受けてたの。あ、こういうで全日本でも4番打ってたのかな、その時に。で、あ、これはいいなと思ってて、スイングには癖はないしね、いい選手だなと思ってたの。でもこう話をすればするほどさ、あ、特徴的で覚えてるのは、人に合わせていくことが
なんか上手だというかさ、そういう選手いるじゃない、はい、だから悪く言えば人に流される、で自分のものを作り上げる、自分の世界を作り上げるんじゃなくて人と協調しちゃうんだよね。良くも悪くも染まりやすい、染まりやすいっていうことなんだろうね。だからまあ今年の春先さ、コロナの発表になった時に伊藤隼人の名前があったけど、やっぱそういうことで多少流されちゃったのかなっていうような、そんな気がしてね、ちょっと残念なニュースだったなと思うけど、だからまだ現役は続けたいと思ってるはずなんだよね。だからこれからはやっぱこう自分の世界を作る、人に流されない、まあ例えばバッティングコーチでも自分に合う合わないってあると思うんだけど、で合わなくてもその人に気分を悪くさせないために聞いちゃうっていうタイプなんだよね。聞かないと使ってもらえないという、まだ立場的にはそうだったのかもわからないけども、そういうんじゃなくて自分の野球、自分のバッティングというものをこう追求していってほしいよね。まだまだ力のある選手だけに、ただ守備が下手なんだよね、ちょっとね。守備が思ったより上手くなくて、まあ、バッティングということで打てば守備固めもいるし、だから打つことに専念をし、もう一度やり直したらこの選手も俺はどっかで使えるような気がしてる。まだ31歳、まだ若いよね、はい、まだまだこれからだと思うし、はい、チャンスをつかめばまだいける、はい、っていうふうに期待してる、うん、はい、で中日、はい、中日、まあ他にも5人のね、あの阪神では戦力外を受けた選手はいるけどね、はい、はい、次中日、はい、はい、中日は、7名、7名、はい、もうこれも多いよね、はい、伊藤、はい、29歳、はい、いいピッチャーなんだよ、男前だしでこれ活躍したら人気出るなと思っていつも見るんだけどさ、いつも故障でいなくなるんだよね。で名馬ってさ、やっぱ故障しないんだよね。でまあ土方の故障で悩まされて、まあ本人もやっぱこう悔しくてしょうがないと思うんだけど、投げてるボールとかさ、そういうのは一級品なんだよね。ただやっぱり故障があるとさ、球団も待ってらんないよね。それと故障がある、毎年怪我をしてる、そうなってくると他の球団も取りにくいんだよね。でもまあいろいろ情報によると実家が鳥屋さん、焼き鳥屋さん、焼き鳥屋さんだよねもう帰るとこあるじゃん、はい、帰ったら焼き鳥焼くしかない、焼いてもいいじゃん。もうそんなつもりでさ、バンバン腕振って、もう痛いだろうがなんだろうが、まあ、最後の花はなんか咲かしてほしいなと思うよね、うん、思い切って。このままじゃやっぱ不本意だと思うんだよね、自分がね、うんうん、でバックネット裏から見ててもやっぱいいボール投げんな、角度があるボール投げんなと思ってたから、なんかこのまま怪我でダメでしたっていう言葉は聞きたくないんだよね。まだ29歳、まだ29歳だもん、まだまだ夢はね、うん、先にあるよ。だからもっともっと頑張れると思うし、まあもう一度やり直すつもりで、もう壊すつもりでやったらいい、そしたらなんかねできそうな気がする俺は。うん、持ってるものがすごいポテンシャルが高いだけにもったいないよね。で次が鈴木、はい、鈴木です。25歳、25歳ですね、はい、ちょっと血行障害でね、やっぱ素質は素晴らしいものがあるんだけど、まあそういった病気というかね、そういう故障というか、うん、そういうものでやっぱ登板機会も減ったりだとか、投げれる期間が少なかったけども、なんか情報によるとやっと掴んできたという感じをね、うん、でその矢先で、戦力外を受けるということはすごく不本意だったとは思うけど、うん、だけど球団もさ、やっぱボランティアじゃないから待ってらんないんだよね、やっぱりね、うん、だからまあ戦力外通告ということなんだけど、やっぱこの人も、うん、やっぱりできるよね、まだね、その血行障害が治ればね、うん、だからまだまだ夢は
先にあるということで、まあ頑張ってほしいと思うけどね。だからまあ戦力外になったっていうのはさ、欲を捉えれば環境を変えてもいいよっていうチャンスをいただいたという、うん、まあ皆さんまあこの中で他球団でできない人もいるかもわからないけども、だけどやっぱ逆にチャンスをいただいたというね、ピンチだよ人生の、うん、だけどチャンスをチャンスにして環境変えれるわけだから自由にね、うん、で雇ってもらえるところがあればね、うん、まあ、そういう思いで次の世界にね行ってほしいし、まだ野球を続けるんだったら頑張ってほしいし、でもいいじゃん、夢があるじゃんね。そうですよね、うん、だから戦力外になった、ね、見かしてやるぐらいのつもりでさ、うんうん、頑張ったら何だってできるよ、うんうん、だからまあ頑張ってほしいと思います。はい、はい、期待します。はい。